右ウイング世界トップのボセンスと久保の今季の成績を比較してみた結果、スペインマルカ氏がシーズン前に選出した右ウイング世界トップの5選手と久保の今季の成績を比較してみた。ムハマド・サラー、31歳、7ゴール4アシスト、決定機喪失9、決定機ミス2、受けたファール、平均 1.1。久保建英、22歳、5ゴール3アシスト、決定機喪失7、決定機ミス0、受けたファール、平均 1.3。ブカヨサカ、22歳、4ゴール3アシスト、決定機喪失3、決定機ミス3、受けたファール、平均 2.1。レロイサネ、27歳、1ゴール0アシスト、決定機喪失0、決定機ミス2、受けたファール、平均 1.0。ウスマン・デンベレ、26歳、0ゴール2アシスト、決定機喪失5、決定機ミス4、受けたファール、平均 1.5。ロドリゴ、22歳、1ゴール1アシスト、決定機喪失1、決定機ミス5、受けたファール、平均 1.4。サネ今季活躍しまくってるやろ、ケインと合ってるし。やってるリーグ違うし、所属してるチーム及びその戦術だって違うから、ドリブル成功率に関しては一概に比較できんけどな。久保が2位3位なら伊藤は1位か。そんなシーズン10試合程度で世界ウイングトップ3取れるなら、ワールドクラス今までも山ほどいるわ。ブンデスのギラシは、そしたらハーランド抜いて世界一、フォワードなるわ。サッカー選手って突然絶不調になったりするし怪我もあるしな。俺も久保くんはこの調子でいきそうな気がしてるが、それこそひいき目の色眼鏡かもしれんし。